お忙しい中、時間を作ってくれてありがとうございますはあはは気にするな俺とお前の仲ではないかほほう君が青柳桃哉くんかいこんな真面目そうな好青年がこんな君をキテレツな人物を尊敬してやまないなんてね誰が君をキテレツだ上白先輩と司先輩今日も先生方に追いかけられていましたね 何かあったんですか <laughs> 次のショーの演出で地面を爆発させたいシーンがあるんだけれど学校以外にいい地面がある場所がなくてねだけど青柳くんには悪いことをしたね尊敬する司くんが先生たちに追いかけられる様はあまり見たくはないものだろうしああい,いえ俺はなんだか大変そうだなと思うくらいなので気にしないでください それに、つかさ先輩は、巻き込まれないより、巻き込まれる方を選ぶと思います。仲間が関わっていることですしね。<laughs> そうだろうね。遠慮したらしたで、手加減しただろうと怒られてしまうし、こちらも喜んで巻き込ませてもらおうかな。君は、つかさくんと随分昔からの知り合いのようだね。はい。親同士がもともと知り合いだったようで、 その縁で小さい頃はたまに先輩の家にお邪魔して遊んでもらっていましたええー、ちなみにスカサ君は昔からああいう自信に満ち溢れた感じだったのかいああ昔は意識的にそうしていたのではないかと妹のサキさんを勇気づけるために自分が胸を張っていなければとおっしゃっていたのでなるほどそれがもう染みついて いつの間にか素になったと。そうかもしれませんね。ふふ。つかさくんは、本当にいいお兄さんなんだね。やあ、どうも。か、神城先輩青柳くんから、二人に勉強を教えてくれと頼まれてね。はあ神城先輩に頼んだのかああ。先輩は学年でも随一の秀才だ。何か問題があるか えいや、問題2が。2> なるほど。基礎的なことが中心のようだね。数は多いが、難しい応用問題は出題されない。鍼灸を目的としたテストですから、先生方も配慮してくれているのかもしれませんね。それじゃあ、それぞれもらったプリントに載っている範囲を、重点的に勉強していこうか。プリントを復習しつつ。 怪しいところがあれば、教科書に載っている練習問題を解いたりね。その中でわからないところがあれば、いつでも僕たちに聞いてほしい。あ、はい。確か白石が落としたのが古典と科学。秋人が英語と数学だったな。俺はこの範囲なら、基礎的なことは問題なく教えられると思う。秋山はどうだうん。その四つなら僕も問題ないよ。それじゃあ、 教える側の手が空いている時は、先の範囲をまとめたり、準備をしたりしていこう。わかりました。水木、それに青柳くんその様子だと、もしかして。うん、東也くんと同じクラスだったんだ。隣の B 組。秋山と二人で話していたんですが、その時に、とても大きな声が聞こえてきて、もしかしたら司先輩がいらっしゃるのかと思って、来てみたんです。 ああそういうことだったんだねいやーでも本当にトウヤくんが同じクラスでよかったよさっき僕が先生に頼まれた荷物運んで「重い!」ってなってた時もすぐ手伝ってくれたし目の前でクラスメートが困っているなら力になりたいと思うのは当然のことだろううん素晴らしい心掛けだなトウヤおいトウヤ あんまいいように使われるんじゃねえぞ。瑞木はそういう調子のいいところがあるからね。気をつけるんだよ、青柳くん。秋山にはいつもよくしてもらっていますが、そういうこともあるんですね。わかりました。ええ、ルイまでひどいや。よいしょっと。ふん。なんとか風紀員にバレずに持ってこられたね。 神城先輩その大きな荷物はよかった。青柳くんか。これはね、新しいステージ用の装置だよ。放課後の練習で使う前に最終調整をしておきたくてね。あ、悪いけど、白石くんには内密にしてもらえるかいわかりました。この装置でどういったショーが作れるのか。 俺には想像がつきませんが、お客さんはきっと笑顔になるんでしょうね。ああ、僕もそうなればいいなと願っているよ。ふふふ。神城先輩、楽しそうだ。お客さんたちの笑顔が脳裏に浮かんでいるのかもしれないな。アクアの式場を背に、憂える男が一人。<laughs> いいね。 期待をかき立てる絵じゃないかこの声はいやあ初めてのショーはどうだい青柳くん上白先輩さて役が与えられたからには君も立派な役者だ最後までよろしく頼むよ青柳くんはいよろしくお願いします上白先輩 歌と踊りができる。ステージ慣れした人間がいればいいんだけれどね。歌って踊れる上代先輩んなんだい一人、心当たりがいます。んで、なんで俺を呼ぶんだよ。そうと決まれば、早速練習と行こうじゃないか。青柳くん、今何時だい十二時半なので、 本番まであと一時間半です。あ一時間半おいそれマジで言ってんのかマジも大待ちさ。さあ、早く練習を始めようじゃないか、し雲君衣装も揃っているよ。ところで、青柳くん。空からさっと登場したい、と思ったことはないかいそ、空からですか それは、ちょっと。おいどうやに変なことやらせんじゃねえぞふふ、<laughs> 冗談さ。さあ、行こうさて、それではこちらも練習を始めようか。さあ、集まってあ、はい君、すぐ腰に手を置かない。人間は多彩な動きができるんだ。自分からロボットになるのは、いただけないな。 まあ、ロボットになりたいなら、してあげないこともないけどね。驚いた。司先輩と一緒にいるときは、変わっているものの、温和な雰囲気の人だと思っていたが、演出となると、まるで変わるな。いや、こちらが普段通りの上白先輩なんだろうか。青柳君、何をぼんやりしているんだい 開演までもう時間がないよ。あ、すみません。もしも失敗したら。大丈夫さ、青柳くん。きっとできる。迷った時は、僕の指導を思い出してくれたら嬉しいな。神代先輩。僕はね、どんな章でも、ある一つのことだけは共通していると思うんだ。つまり。 楽しんだものが勝ちということさ。<laughs> はい。<laughs> それじゃあ、行くよ。俺は、俺の全てを込めて、あなたのために歌います。どうか、聞いてください。 ま、当然の反応だな。これからも、あなたのために歌い続けます。だからどうか、俺の手を取ってください。僕の専門はショーだけど、その時が来たら、遠慮なく声をかけてほしい。素晴らしいイベントになるように、僕の知識と経験を、存分に貸そう。君たちのイベントを見に来てくれるお客さんの、 笑顔のためにね。ええ。その時はぜひ、よろしくお願いします。それじゃあ、僕はこれで。ああ。そうそう。この後、教室の窓は、開けたままにしておくことをお勧めするよ。えああ、はい。な、なんだ なんか爆発したどうしたんだ <laughs> これもまた神代先輩なりの追求なのかもしれないな誰かを笑顔にすることに関して先輩は常に考え続けて妥協をするつもりがないんだろう 今回の経験は、パフォーマンスというものを見つめ直す、いい機会になった。俺はこれを糧に、パフォーマンスをさらに磨いていこうと思う。お、なんか、ど屋が燃えてるま、なんだかんだ、即興で客も沸かせられたし、悪い経験じゃなかったな。あ。いつか俺たちも、あんな風に、人の心を動かすイベントを作り上げていきたいものだな。 おそらく玉入れでは身長が高い方が有利になると思う。俺は素早く動くのはあまり得意ではないが、玉を入れる役だったらきっと貢献できるはずだ。だからみんな、玉を俺のところへ集めてほしい。なるほどね。確かに私が投げるよりも効率いいかも。わかった。待ってて。ああ。ありがとう。 ふむ。前半戦は妙にぼんやりしていると思っていたけれど、やはり青柳君、どうやら爪を隠していたようだね。となると。はい、これ。たま、集めてきたよ。助かる。これくらいやれば十分だ。行くぞ。それんんあ,あれ おかしい…少し軸がブレていたようだだが次は必ずえっといや次こそなるほどど,どうや全、全、入ってないうんおや 青柳くんじゃないか。神城先輩こんなところで会うとは奇遇だね。もしかして、ホワイトデーの贈り物を探してるのかいどうしてそれをお菓子のショーケースを眺めて、ため息をつく姿を見ていれば、簡単に想像できるよ。それより、ずいぶん浮かない顔をしていたけど、何を買うか、そんなに悩んでいるのかいそれは、 あの、すみません。少し相談に乗ってもらってもいいでしょうか。きっと、手作りのプレゼントなら、二人も喜んでくれるんじゃないかな。なるほど。確かに、いい案だと思います。ただ、その、 正直に言うと手作りというのを全く考えなかったわけではないんですけど俺は料理というものをほとんどしたことがなくて美味しくないものを作って二人をがっかりさせるくらいならやめた方がいいと思っていましたふむそうだったのかですが上白先輩の話を聞いて少しだけ気持ちが変わりました思いを込めた 手作りのプレゼント。これを機に挑戦してみようと思います。いいアドバイスをしていただき、ありがとうございました。ああ、応援してるよ。二人に喜んでもらえるといいね。はい。青柳くんどうかしたかいああ、その、実は。なるほど。作ったお菓子の味見役か。いいよ。引き受けよ 本当ですかですが、その、いいんですかああ。そもそも青柳くんにお菓子作りを勧めたのは僕だからね。それに、できることがあれば協力すると言っただろとはいえ、僕もそれほどお菓子に詳しいというわけではないけど。い,いえ、大丈夫です。上代先輩の率直な意見をいただきたいので。青柳くんに教えられた住所だと、 家はこの先の先ようだね。<laughs> お菓子作りは順調にいっているかなどんなものが出てくるのか楽しみだ上代先輩今日は来てくださってありがとうございますああこちらこそお招きいただきありがとうふふ <laughs> もうすでにお菓子の甘い香りがしてきているねああそうですねちょうど もうすぐ焼き上がるところです。今飲み物を持ってくるので、ここで座って待っていてください。ああ、お構いなく。さて、どんなお菓子が運ばれてくるのかないや、しかし、これは、改めて見ても、凄まじい見た目だね。何と言ってもまず、 目を奪われる色合い。派手な青や紫、そして全体にまぶされたスプリンクルのカラフルな色合いが、驚くほどに食欲を失わせる。それだけじゃない。オーブンの中で破裂したせいか、カップケーキの上部は大きく膨らみ、一部が容器の外へと、その中身を垂れ流している。ダムの放流を思わせる荒々しい見た目だが、色合いもあってますます独特し、 およそ食べ物として認識したくない。先ほどまであったはずの空腹感がどこかへ逃げ去るような見た目だ。だが、食べ物は見た目で判断できないはずだ。まだ味に期待することはできる。<laughs> それでは、いただきます。 <laughs> 口にした瞬間に広がるジャリジャリとした食感。これは溶けきらなかった砂糖か。だが、ただひたすらに甘いというわけでもなく、ところどころ薬のような苦味もある。それに表面には非常に硬い箇所もあれば柔らかすぎる箇所もあり、食感がいいとは言い難い。一応、 なんとか食べられないこともないが、それでも人に渡せるかというと難しいね。どう、でしょうか <laughs> そうだね。なんというか、とても個性的な味だ。個性的すみません。俺も一口。うっ、 これは、ひどいですね。すみません。下げさせていただきます。いや、最後まで食べきるよ。せっかく青柳くんが思いを込めて作ってくれたものだからね。神城先輩。わかりました。代わりに何か飲み物を持ってきます。ああ、ありがとう。よろしく頼むよ。 ふうごちそうさま。コーヒーありがとう。とても美味しかったよ。い,いえ。お湯を注いだだけのインスタントですので。それよりも、すみませんでした。まさか、あんな味になっていたなんて。確かに、大胆な味ではあったけれど、慣れないお菓子作りだったのだから、そこまで落ち込む必要はないさ。はい。 明日にでもまた、もう一度挑戦してみようと思います。今度こそ、二人が心から喜んでくれるような、美味しいお菓子を作れるように。それなら、完成したらまた食べさせてほしいな。いくらでも味見をするよ。あ、いいんですかその、あんな味のものを食べさせてしまったのに。ああ、君と、それに、 つかさくんたちの笑顔のためだからね。<laughs> ありがとうございます。わざわざこうして呼び出してくれたということは、ついに完成したということかなはい。ようやくですが、味見していただくにたるものが作れました。どうぞ、これを。簡単な放送しかしていなくて申し訳ありませんが。いや。 ありがとう。それでは、開けさせてもらうよ。うむ。見た目は、至って普通のカップケーキだね。けれど驚いたな。前のものより、ずいぶんと綺麗な見た目になっている。爆発もしていなければ、毒々しい色にもなっていない。少し形が大きすぎて、不格好なところはあるけれど。 でも表面はこんがりと綺麗な狐色だ。それにこのふわりと甘いバニラの香り。優しく鼻から抜けて。ふ <laughs> ふ胃に直接届くようだよ。とても食欲をそそる。彼の不器用だけれど繊細で優しい心を表現するかのような素朴な魅力のあるカップケーキじゃないか。味の方は どうなっているかなそれでは、いただきます。ふむ。これは、口にした瞬間に感じる生地のふわふわ感。それでいてパサつきはなくて、舌触りもいい。甘さは控えめながら、優しいバニラの香りが、利口をくすぐる。 どう、でしょうかああ、そうだね。とても美味しいよ。あ、ありがとうございます。ふふ、ずいぶんと腕を上げたね。この味なら、つかさくんたちもきっと喜んでくれると思うよ。ありがとうございます、神城先輩。 おかげで勇気が出ました。ああ。役に立てたなら、よかったよ。そうだ。あと、これを、神代先輩に。少し早いですが、ホワイトデーの贈り物です。先輩にも、とてもお世話になりましたから。これは、とても丁寧にラッピングされているね。何が入っているのかなこちらもカップケーキです。 ただ、チョコレートを入れて少しだけアレンジを加えてみました。上白先輩のお口に合うといいのですが。試食したケーキも美味しかったからね。きっと大丈夫だと思うよ。ありがとう。青柳くん。つくんたちに渡すカップケーキも喜んでもらえるといいね。